スタニスワフ・ヘラクリシュ・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、政治家、公家、また、芸術のパトロン、著作家でもあった。ヘトマンの家事、セバスティアン・ルボミルスキとコンスタンツィア・リゲンザの長男で、オーヘトマンのヒエロニム、アウグスティン・ルボミルスキは弟。1669年王冠領区内副長官、ウカシュ・オパリンスキの娘、ゾフィアと諸婚。ショコン 1676年エルジュビエタデンホフブナと再婚し三男一女を設けた。1669年より王官僚副大前官を、1673年より王官僚区内副長官を、1676年より王官僚区内長官を務め、スピッシュの大官でもあった。ルボミルスキは17世紀中央の混乱期。 スウェーデン軍やトランシルバニア公国軍との戦いに従事し、国内では1658年に父と共にトルン包囲戦に参加した。父がルボミルスキの反乱を起こすと、彼は父の側につくことを拒み、国王と反乱者の調停に努めた。後継者生前指名をはじめとする王妃ルドビーカ、マリアの王権強化策を支持し、1668年の ヤン二世カジミエシュの大意に反対した。フランス、イタリア、スペインへの外交施設を数多く務め、六百六十七年より、しばしば政務大議員に選ばれた。六百六十九年五月の選出政務及び六百七十年九月の通常政務では議長に選ばれた。その六百七十年の政務では、彼の経験と権威が物を言い、闘議が六百六十八年、 1669年の政務のように自由拒否権によって中断される事態を避けることができた。1673年から1674年の空域には友人、ヤン・ソビエスキの国王選出を支持した。ルボミルスキは父のような野心を持たず、共和国の福利のために行動する高潔な人物であった。多彩な人物でポーランド国外でも文学や科学に関する 著作家として知られた。彼は、詩、演劇、及び、哲学、宗教、歴史に関する書物を執筆した。また学校や、教会の設立者、支援者でもあった。スタニスローハークリスするボーミースキーバイオグラフィー by マイケル・ J ・マイケス。ありがとうございます。